僕には夢がある。はい、もしもし。はい、そうですけど。はい、本当ですか？ありがとうございます。はい、あー、そうですよね、やっぱり。やっぱりそっちの方に住まなきゃですよね。あ、いえ、大丈夫です。はい、行けます。はい、お願いします。そうですね、はい、わかりました。はい、はい、失礼します。はい、東京か。もしもし、何してた？あ、急にごめんね。うん、いや、あのオーディション受かってた。うん、よかった、やっとだよ。うん。いや、あのね、それで、東京に住まなきゃでさ、ほら、そっちの方が仕事もあるし、事務所も東京だからさ。うん、だから行こうと思うんだけど。うん、でもほら、月1でこっちに帰ってこようと思えば帰ってこれるし。うん、だから会おうと思えばいくらでも会えるからさ、ね。うん、東京に引っ越そうと思う。ごめんね、急に。うん、ありがとう。うん、そうだね。うん、いや、本当に受かってると思わなかった。この頃の僕はずっと悩んでた。本当に東京でやっていくのかと。
よし。まだ帰らないでって言った、君の手を解いて夢を選んだ、あの日の気持ち刻んで、何よりも大切なものがあるから、また歩き出そう、よし、やるか。僕は夢を叶えるために歩き続ける。君の未来に僕がいなくてもいつかあの日夢の向こうで。